皆さんこんにちは。アートプレイの五十嵐です。我々はこれまでにフラットステン色に関するいろいろな情報を、配信してまいりました。今回ですね、ちょっと大きなニュースを皆さんに届けたいと思っております。それはですね、フラットステン色リチュアルオブザナイトのスマホ版がですね、もうすぐリリースされるということです。まあこれでですね、まあほぼほぼ主流のゲームプラットフォームがもう全部網羅しているのではないかと思います。まさにブラッドステインの世界を征服したみたいな、そんな感じかなと我々は思っております。このスマホ版の登場によりまして、まあ家の中でも家の外でも昼でも夜でもいつでもブラッドステインの世界が浸ることができるかなというふうに思っております。まあというわけでですね、予告動画用意しておりますので、ぜひご覧ください。Yeah!